はい、こんにちは。こんにちは。ショーン N です。だそうです。ホラッチョ、ホラッチョ N でしょ。ホラッチョ N、 翔平二等ですから、はい、ショーン N とこれから。失礼いたしました。かなと。なるほど。大変やね、あれ。うーん。でもフジテレビも良かったね。番組始まってからだったらあんなん、だからあの週刊文春はあのテレビへの愛ですって言ってたらしいけどね。ちょっとした良心みたいですね。始まってからなっちゃうよりかはっていう、どっちも、うーん、ね、詐称はいけません。なんか詐称してませんか、もっとパリコレモデルとか。それ勝手に周囲が。そうか。事実関係からいくと一応そのシーズンに出てたらしいので。出てたと。なるほど。オートルデフィレというタイトルついてたらしいんでね。それを自分では言ってないけど、周囲のおじ様方が、ね、それこそね、パリコレ好きなんでしょうね、皆さんね。そういう知り合いがいるぞって言いたい。だから姿を現さない方がいいんじゃないかなと。いやいやいや、他になんか詐称、特に性別、性別ですか。性別ですか。いきますか。何かありますか。詐称するほどの経歴もないからな。というわけで、いろんなニュースが駆けまぐっておりますが、はい、今年は何、今年じゃなくて今月は、今週は何本ですか。今週なんと6本。なんと、何を作ったか、はい、いやイベントいっぱいね重なっちゃったんですよ、うん、でまだ書ききれてない記事もまだあって、それも来週に回しますけども、すごい春に向けて大改新ですね。そうそうそう、なるべく1日1本、平日アップというのね。でね、最近あのスタッフがちょっと増えてまして、ありがたいんですけどね。ありがたいですね、結構やる気満々のスタッフがね、ボランティアが増えてきてまして。スタッフの方の経歴はちゃんとチェックしてますか。まあどうせ匿名だから、みんなうちのスタッフはというのがやっぱりテレビ局、遠藤さんぐらいかな、名前出ても。テレビ局はちゃんとチェックしないんでしょうかね。話がちょっと戻るんですけどね。しないんじゃない。この間全然チェックなかったよ。なんかそう、あの朝の番組のオファーの時は、はい、ということで、今週1本目は1本目ですね。日本橋に長崎県アンテナショップ、世界文化遺産など観光も PR ということで、日本橋2丁目、2丁目に1-7、あれやばい、細かい住所まで入っちゃってるこれ。ダメなんですか。ダメなの。一応ね、丁目までっていうのが民権のルールなんで。3月7日長崎県のアンテナショップ、日本橋長崎館、日本橋2丁目 1-7、 電話番号0362625352、まあ、こんな別に電話番号まで言ってあげる人も何やろかとな。オープンした、運営は野村デベロップメント、長崎県のアンテナショップは首都圏で初めて水産、農水産加工品や菓子、種類、工芸品などの販売のほか、軽飲食コーナーも設けるということですね。店内では今後世界文化遺産などの観光情報発信イベントなども開催していくと。なるほど。日本橋こういうあの会館というか多いですよね。アンテナショップね。アンテナショップ、まあ、中央区にね全部で33ありまして、そのうち日本橋が11、銀座が22。ああ銀座もありますね。あります。で、この富山館が5月にオープンしますね。これは三越さんの新館の向かい側のね、ダイヤビルってところにオープンします。まあ、あのやっぱり中央区ね、特に日本橋はあの町の始まりというか、道の始まりということでですね。まあ一番注目も非常に高いと。なるほど。されることも多いということで、三重テラスもありますね。三重テラスもね、昨日取材してきましたけどもありますしね、福島館ね、見てってっていうのもね、奈良もあればね、鳥取もあればね、
岡山も確かそうですよね。岡山は銀座じゃないのかな。岡山あれ銀座になるんでした、うんうん、あと沖縄、銀座、沖縄もあるしね、土佐と高知もあるし、うん、まあ、ちょっとしたあの全国お国巡りが、うんうん、できますね。できるというところでありますけども、うん、はい、この長崎館の特徴はですね、日本橋には江戸時代オランダ商館、うん、オランダ商館長やシーボルトが滞在した幕府御用達の薬種所、薬種屋、ね、うんうん、長崎屋っていうのがありまして、うん、長崎との縁が深いということで、カステラやちゃんぽんなどの定番をはじめ、都内では買えない商品や有名観光地以外の魅力ある観光資源を積極的に PR していくということで、うんうん、今はね、軍艦島のジオラマとかですね、うん、長崎の教会群とキリスト関連、資産、遺産の、うんうん、レゴ版のでっかい、ね、模型とかですね、展示されてます。書いてあげてください。これ今、ね、時間は何時から何時までですか？10時から8時まで。10時から8時、はい、ですので、うん、ぜひ行ってあげていただければと思います。そうですね、はい、定休日はありますか？定休日ないですね、当然ね、これ、この情報ですとね、はい、はい、では次、はい、日本橋に個性派園芸店、ほう、ということで、日本橋、東日本橋に多肉植物と蜂の店トーキー、ネットショップがメインの店なんですけども、はい、初のリアル店舗ということで、東日本橋の問屋街の一角にあるリノベーションビル、リニュー東日本橋の5階に、これ2月20日ですけどもね、植物と雑貨を扱う陶器、主力東日本橋3、電話番号0335272767がオープンしましたと、はい、ネットショップ中心に果肉植物などの販売を続けてきた同社だが、ファンにとって待望の実店舗展開と、やっぱり実際に見たいですよね。そうね、うん、遠くは香港から来客するなど、地域の新しい顔としてのスタートを切ったと。素晴らしい。社長の藤原蓮太郎さんは、2014年に多肉植物をさらに魅力的に見せるにはデザイン性の高い鉢の力が必要という思いから、植物と鉢関連アイテムを販売するネットショップを開業したと。その後 SNS などで情報発信を通じて順調にファンを獲得し、今回の実店舗の進出に至ったと。敷地面積は 66.77 平方メートル、細かいね、細かいですね、うち店舗面積は半分ほどで、残りが事務所兼植物管理育成保管のための倉庫、店内でゆったりと買い物ができるのはせいぜい5、6人か、細かいです、5から7人、これ書いてもね、細かいんだよね、これ書いてるところね、いいんだけど、うんうん、オープン当日は開店前から行列ができて、クローズの19時近くまで入店を待つ客が外に並んだと。すごい行列のできる、ね、多肉植物屋さん、うん、当店では藤原さんを含め3人のスタッフが全国各地へ赴き、多肉植物サボテンの仕入れから育成販売までを行 う植物の個性的な魅力を引き出すために、陶器は主に国内外の個人作家と直接やり取り、まあ、陶器作家の作品、うんうんうん、アート作品なんですよね、ダイレクトで仕入れて販売するということで、まあ、可愛らしいというか、そうそうそう、うんうん、初めは不安もあったが、 SNS で反響があったり、自分たちでセレクトしたデザインしたものが売れたりすると、同じ気持ちの人たちが少なからずということが分かって嬉しくなると、藤原さん、実際海外作家の陶器と多肉植物のセットだいたい7200円からですだそうです。うん、ブログに掲載するともうすぐ即日完売しちゃうんで、すごい、で、ちなみにこれも今、うん、もう完売中です。うん、写真のね、これ多肉植物ですけどね、ぷにょぷにょしてて可愛いですもんね。あ、そうですね、うんうん、で、まあ、結構あんまり手間かかんないんだよね、うん、サボテンとかね、あの自分でこうあれしてるんでしょうね、うん、はい、ということです、
藤原さん、今植物はインテリアショップやアパレルの店でも並び、植物と暮らすことは生活の一部のようになっていると。うん、植物を取り巻く炎上について認識している一方で、まだ植物を生き物として育てるという意識は低い。うん、ね、声をかけて育てるとかね、そういう意識が、生命体としてのね、人格を持った植物として育てる人もいますよね。そういう人が少ないっていう。サボテンって人の話を聞いてるって言いますよ。そう、うん、殺人事件の証人にサボテンをっていう話を前聞いたこと。サボテンどうやって喋るんでしょう。それね、電極を差し込んで、腕のなんかあの殺人現場のなんかについてのその、あの質問をして、こうその 電圧が変わるんだって。というちょっと SF チックな話がありますよね。これはちょっと残念なのがというか、まだ月に2回しかオープンしてない。大変ですよ、育てて。だって完売すぐしちゃったら次の準備が。毎月第1、第3土曜日のみの月2回営業予定ということで、当面は不定期営業のため、問い合わせをして、問い合わせしてくださいということです。さて、3本目。三越本店に、新しい食の文化ということで、日本橋三越本店に食文化を発信する自由庵、自由庵、季節に合わせた新しい食を提案ということで、日本橋三越本店の地下食品フロアにですね、3月16日、食の空間自由庵がオープンしたということです。カルチャーリゾート百貨店ね、新拠点としての三越さんがですね、食を楽しみ遊ぶ食楽族、食楽族、どんな族やねん、非道楽族とか、非道楽族とかお気楽族なんか、ああいいですね、さすがショーゲヌ、これ手まり寿司も映ってます、はい、これ、ああいいですね、1836円です、はい、ちょっと値段いい値段だよね、スイーツとかなんかついてますけどね、飲み物とかですね。通常2種類のプレートを用意しますと、他に桜のモヒート、とりあえず今はね、桜をテーマにいろんな商材、食材を集めて、食楽族ですからね、食楽族ですね、楽しまないと、ということです。営業時間は10時から19時30分ということです。早いですね。よろしくどうぞ。はい、はい、はい、ということで、じゃあ後半戦いきますか。はい、参りましょう。後半戦はですね、結構濃いネタなんですけどもね、まず桜フェスタ、桜フェスタ、はい、日本橋にも春が来た、全国の桜集め恒例の桜フェス、柴犬丸も人力車で応援、丸ちゃん、わけわかんないけど、なぜ丸なんだ、丸の内、丸の内に丸ならいいけどね、まあ、三重テラス、あの三重の観光大使なんですよ丸は。失礼しました、はい、あの柴犬丸はなんとインスタグラムで、240万人のフォロワーがいるという、スーパー、俺もこんなに欲しいわ、まあいいか、フォロワーね、いや、なかなかでも性格のいい、あのワンちゃんですよね、これね、隣に映ってるのはあのモデルのお嬢さん、時々あの、三井不動産のイベントの時に出てくるお嬢さんですね。この人も顔がなんとなく丸いう感じや。またそんな毒舌ではないですよ、ショーンさん、ダメです、ショーンさん、ションさんってのは仙台でね、庄司さんのことをションさんとか、庄司さん、ションさん、ションさんってションさんって、フランス人みたいですね。中国。それでご恩でションさんって。まあいいことにしよう。はい、次行きましょうか。もうちょっと喋らせてあげても。同エリアではフェスティバル期間中、桜をテーマにしたさまざまなイベントを企画。毎日18時30分から23時は重要文化財、三井本館などの歴史的
建物やコレド室町1、2、3については、うん、ゆいと、うん、東京駅八重洲口グランルーフグラン東京、うん、ノースタワー結構広がってんだ、うん、エリアが広がってますなどの商業施設を桜色の光で染める桜ライトアップを行う、うん、福徳神社への参道中通り沿いでは日本桜風あ桜風街道と銘打ち、うん、昼は春風になびく桜短冊ほう夜は映像と音響の演出を加えたインスタレーションを展開するということです。これねインスタレーション幻想的な感じで幻想的な感じで、まあ、これは今年はいいね去年ひどかったまたそんなことしょぼかったね、まあ、去年って年末 の, あの何やってんのこれっていう風なまあいいか無理言うたね、ネガティブキャンペーンはいけましたはいはい、はい、次行ってみよう、はいはいはい、これでも幻想的にねライトアップされたお写真がいいんでしょうね私の写真ですけどはいはい、はい、次行ってみましょう日本橋で東京アニメフェス化け物の小屋4月は君の嘘、うん、上映もということで、うん、東方シネマズ日本橋中央区日本橋室町に電話番号0352982484で3月18日東京アニメアワードフェスティバル2016が始まったと、はい、主催は同フェス実行委員会と日本動画協会うーん、アニメーション振興を目的にして創設された国際アニメーション映画祭で3年目を迎える、うんうん、優れた作品を表彰するアニメオブザイヤー部門アニメーション文化への貢献者を表し検証する、アニメ功労部門次世代を担う人材を発掘するコンペティション部門の3部門を設け、うんうん、この1年国内で制作上映された話題の作品や日本未公開の海外クリエイター作品アニメの未来を担う若手アーティストによる作品などの鑑賞会やワークショップトークセッションなどを行う、うん、他に、最終日21日明日ですね、はい、各アワードの受賞式も予定するということで、うんうん、コンペティション部門では長編24点短編522点のエントリーの中から、ねうん、長編4作品と短編33作品をノミネートアニメオブザイヤー部門では日本国内で上映された489作品をリストアップし、うん、劇場用映画部門テレビ部門で最も優れた作品にグランプリを授与するということで、上映会では細田守監督の化け物の子や赤塚不二夫原作漫画おそ松くんの6つ子がニートの大人になったという設定のおそ松さんこれ見てみたいなピアニストの少年とバイオリニストの少女の成長物語4月は君の嘘、などねアニメ業界の日常とアニメ制作会社で、奮闘する少女らを描いた白箱、うんうん、これも満杯になってましたねなど上映を予定しています4日間で1万4000人の来場を見込むということで3月21日明日までです明日までです、うん、でもね、うん、結構面白い作品、まあ、これあの、うんうんガイドブックもらってきましたけども、はい、で私もねあのマスコミ役で、うん見させていただいたのがね、うんうん父を探してというあの父を探してあの、うん、アカデミー賞にノミネートされたブラジルのアニメーションです素晴らしかったあこれは今去年のトロフィーね今年のトロフィーまだ写真、うんうん、明日じゃないと撮れないんですけどあなるほどなるほど、素晴らしい作品でした、うん、その父を探してこれはね明日からあもう今日から始まってるのかな、うん、あの公開しますけどもねとあと今日は夜またあの作品をいくつかね、うんうん、エントリーしてますんで 見に行ってきます行ってらっしゃいます、はいはい、アニメいいです ね, こ, うやってねこれは一般の方はあ当然当然どんな感じで入れるんですかあの当日行って、うんうん空いてる、まあ、満杯ってことはないと思うんだけど、うんうんうん、だいたい10人1回、ね、2000円かな1回2000円で1回入場してしまうといろんなのが見れるいやいや一つの作品で、ね、あ一つの作品2000円、うん2000円それは大変結構だっていくつも見たい方なんかはあっという間にこれはね、うん、これね、うん、これこのフェスティバルのこのガイドブックがありまして、うん、ここの中にまあいろんな作品がエントリーされて作品の紹介とかも来てるんですね、はい、でこれが、うんこれがそのスケジュールでねこんな感じでこのスケジュールをそれぞれ自分でチェックして見たい作品をこう見るというふうになってます、う
アニメ好きにはたまらん。だから結構あの、特に、まあ、いつも最近多いけどね、特に海外からのお客さんすごく、昨日も多かったですね。あ、ちなみに今日今あの、海外からのお客さん の、 あのクロッキー会も私の友人がやってますので。なるほど、はい、私も今度参加しますけど、ね、そう、それでいうとこのゲストで遊びに来てくださった吾妻監督、ね、ああ吾妻監督の話題は次のニュースです。あ、なんとすごい、はい、失礼をいたしました、はいはい、6本目日本橋に渡すシアターということで、渡す日本橋、あの日本橋の、1丁目にできた、まあ、被災地と日本橋をつなぐ交流カフェなんですけど、の3階スペースの渡すルームを、今度ね4月から渡すシアターということで、そういう被災地の今を伝える映画を上映する映画館にしようということで、それの第1回目がですね、まあ、プレイベントとして3月22日、来週の火曜日ですね、ドキュメンタリー映画の上映会をするということで、懐かしい未来へ渡す橋、震災前の南三陸への旅というテーマで、その吾妻監督の派手屋に生きる人々フルバージョンを放送します。放送というか放映します。なんとこれはね、この間見てきたんです。 3.11 の日にね、南、大塚で、やってましてね、2回目だったんですけどね、すっぱやっぱり改めて見て素晴らしい映画だなと。で、まあ、なんと奇跡的にというか、その、これ震災前の姿をね、克明に描いてるんですね。たまたま彼があのフィールドワークとして、その南三陸の派手屋という部落のね、記録をずっと撮ってて、でその上映会が、地元での上映発表会が3月12日だったの、でそのために彼は 3.11 の当日南三陸町に入って、派手屋 の、あの村に入って、でそこで彼も被災しちゃったんですよ。ですからあの80個あった、家のうちもう1個しか残ってなくて、全部流されちゃって、で昔 の、 あの懐かしい派手屋の風景がこの映画の中に残ってるというところで、まあ、彼はおそらく派手屋の再生のプロセスを今撮ってます。ただそれを映画にできるかどうか、ちょっと自分自身もかなり気持ちが折れちゃったって言ってたけどね、でも自分に何ができるかっていうと、これしかないんだろうなっていうような話で、22日はね、あの吾妻監督も来てくれまして、上映会の後あの彼を囲む懇親会、会費2000円でね、やりますので、ぜひご参加いただいて、これ定員が15名ですからね、早めの先ですので、ぜひどうぞということです。ぜひどうぞ、はい、ということで、今週は、無事6本、結構真面目に6本あると結構ね、真面目にやってみてもいいやなみたいな。真面目で、いつも真面目ですよ。いつも真面目ですよね、はい。あ、そうそう、お知らせ、はい、2つあります。1つが4月の2日、4月の2日に、はい、来週、再来週の土曜日ですが、日本橋取り歩き、取り歩き、はい、桜の季節ということで、桜の名所を巡って、最後は押し上げまでやってきてですね、押し上げまでやってきちゃう、押し上げで、押し上げの、三浦さんとこのギャラリーで、宴会をしますという、あの桜の季節ですからね。桜の季節ですが、2日も葉桜になってる可能性もあるね、このペースね、今年はね、なんだか、散り際でいいかもしれないですけどね、でもう一つが5月の21日、これが、まあ、この番組にも登場していただきました、吾妻さんじゃねえや、荻窪範雄監督の荻窪さんの、神様との約束、子どもたちの体内記憶を扱ったドキュメンタリーですけども、まあ、子どもたちがお母さんを選んで生まれてきたと、で自分の口から言ってるんですけど、というね、あのあれぜひね見ていただきたいなと、特に子育て中のお母さんとかね、
あの昔赤ん坊だった全ての人に、ぜひ見てほしい、思い出してほしいなという。なるほど、5月21日今日会場はね日本橋です。今会場調整中ですのでね、また詳細が決まり次第お伝えしますが、この日はね荻窪監督と映画の中に出てる鏡千佳子さん、幼児教育の大会ですけども、の2人が登壇してもらいまして、トークショーもやってもらうと。なるほど。いうことでね、結構その後のすごい話がいっぱいね ありますんでね、であの今のバージョンの映画の上映はおそらくこれが最後、まあ、5月が最後になると思います。で今内容をもう一度、新しいバージョンにリニューアルを、再編集して新しい情報も加えて、ということです。まあ、そのためにちょっと上映が当分あの中止になっちゃうと思いますけど、おそらくほぼ最後に近い機会、貴重なチャンスですので、5月21日ぜひスケジュール開けといてくださいということで、来週もよろしくお願いします。はい、はい。